はい、始まりました。ゆうき長谷川 Vlog っていうのをやってるのね。Vlog みたいな。ああ、ビデオログ。そう。これね、カット入ってる。すごいね、広角なんだよ、GoPro が。でも全部入ってる。世の中のことが全部入ってます。ゴリラ後ろに回った。後ろに入ると、それはもう違うカメラじゃなくて、ゴリラ。360度のやつ。はい、今日はね、ゲストで、今ちょうど打ち合わせしてたんで、グルバリ君に来ていただいてます。もうテイク2ですか？テイク5ぐらいですね。あ、すみません。グルバリ君は なんて説明していいのか難しいんだけど、ミュージシャンだけど、はい、シンガーソングライターでありながら、はい、絵とか描いたり、絵作ったり、アーティスト、何なんだろうね。スナフキン、いやいろんな場所でライブハウスでもやってるし、バンドもやってて、あと路上でもやったり、いろんな場所でやってて、あんまりジャンルは分かんないけど、自分では何て言ってるの。長いテイク2。これ結構声あった方がいいな。うん、全然なんか結構、ね、拾ってくれるの。あ、いい。でも僕もね、分かんないんで、自分が何やってるのか似たような感じですよね。あ、確かに。芸人とは言ってるけど、別にライブやってないし。あ、本当です。うん、あ、行きますよ。早速、お便りが届いてるみたいです。届いてる。はい、ファックス。ファックス。ペンネーム、ここで寝てはいけないさん、岐阜県32歳の方です。うん、長谷川さん、はい、グルパリ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも楽しく見させてもらっています。うん、最近コロナのおかげさまで外出もあまりできず、まあついでに言うと8時閉店でアルコールも出せないものですから、うん、ね、寂しい毎日です。楽しみがね、なくなっちゃってね。そうですよ、うん、コンビニでおすすめの、うん、3品教えてください。お、そうね、コンビニぐらいでしか楽しみがね、まあ、でもないから。確かにセブン、ナチュラルローソン、ローソン、100円ローソン、ナチュラルローソン先行くんで。ローソン、そう、はい、僕の中で。あと何ですか。ミニストップ。ミニストップ。あと何。え、ファミリーマート行った。はい、ぐらいかな、今。私はポプラとかいうのありましたよね。で、なんかありましたね、近くに。ポプラ、近く行ってある。うん、いや、別にここはバレてもスタジオだから。チャラでですから。はい、俺の家じゃない。ポプラだけどありますよ。あるの。はい、あ、けど四ツ谷三丁目、四ツ谷駅、うん、四ツ谷駅のちょっと向こうに行った。へぇ、何？ 3 つ？ん？店舗ってこと？いや、商品なんだろうね。コンビニっていつも買うのは、はい、頭商品、うん、避けるチーズのスモークは全然買わないね。賭けに出過ぎじゃないですか。付き合いは長いんですけどね。見たことないですよ、サイトル。サイトルの見たことない。サイトルの見たことない。僕あれよく買うんですよ、ね。待ってましょう。いや、当たってないと思って。一応じゃあどうだい。チリトマトヌードルです。あ、好き。あ、しゃ。今はテロップ何ポイント獲得でしょ。そういう YouTube じゃないから、テロップがいっぱいバンバン出るやつ。あ、違う。違うんですよ。俺別に。じゃあ今のところまだ垂れ流し、何も出てないですね、テロップ。テロップはもう出てこないから。そうなんですか。あの、後半のやつです。はい。まあでもそれ、じゃあいいや、それ入れよう。チリトマトヌードル。ポンとかって言っても、効果音出ないです。効果音出ちゃう。バシとか。あの、YouTuber らしいものじゃない。YouTube のセオリーは入れてないです、ね。ああ、そういうのいいですよね。あれ聞きやすいけどね、入ってるから。確かに。小刻みに
編集されたりしてないんですよ、喋ってるの。普通にもう垂れ流しです、これは。はい、大変だから編集する。自力でちょろっとつけましょう。どうだったんだよ、この3商品は。どうだった、せっかく考えてたのに。どこ行っちゃったんだよ、3商品。はい、すいません。この先にいいですか。あ、いいよ。当てていい。はい。当てそうだな。うまくない。ダメです。耳がです。当たんないわ。耳が売ってるけど。ただ、ファミリーマートの耳が、セブンイレブンの耳が、うん、ナチュラルローソンの耳が、ミーストップの耳が、うん、順位をつけるとすると、まあ、全部に耳が売ってるの？売ってるんですよ。で、多分その提携っていうか、うん、結局そのファミリーマートのファミマコレクションかなんか出してるけど、うん、その結局その、会社忘れちゃいましたね、日本ハムかどっかがこう、うん、作ってるの、うん、なコラボ的な、わかんない、あれ、なんて言うんですか、とりあえずファミリーマートのはダメなんですか。ダメだ。ダメ、OK、それこそこれ YouTube は自由だから、いや、なんか、からし酢味噌がついてて、あ、ついてる、はい、ついてるやつは、はい、めっちゃいいじゃん、はい、いや、それがダメなんです。あ、それがダメだ。あ、先についちゃってる。そうなんです。いや、あ、別添えなんですけど。別添えならよくない、つけないで食うと。いや、なんか、もともとのしょっぱさがあんま足りなくて、ローソンのはしょっぱいですね。セブンはパッとしなくて。で、ミニストップは、イオン、イオン系列だから、多分イオンから出してる耳があるんですけど、イオンの耳が美味しいですね。イオンの耳が美味しい。ちょっと、僅差かわかんないですけど、ちょっとしょっぱみがだから、その中だと。ミニストップの耳がしょっぱい気がします。俺のさ、家の近くに、はい、ちっちゃい商店みたいなのがあって。へぇ、何商店？スーパーでもないのか、なんて名前だった。これを手にみんなに始めようかな。提携する。旗がいない旗がいない。ミニストップね、後ろぐらいだった。はい、なんかちっちゃいの、すごいちっちゃいんだけど。あるわ。はい、そう、テイクストップ、テイクミニストップ、はい、ある、あれ、あのちっちゃい公園みたいな、はい、あれ、あのミニストップの向かいの、うん、そこの公園の裏ぐらいにあるんだけど、はい、なんかそこのフライが美味しいって聞いて、はい、アジフライが美味しいって、そしたらもうちっちゃいけど、はい、もう精肉店みたいなのが入ってて、はい、そこがいつもさ、もう耳丸ごと煮たやつ売ってるの。へえ、ね、すごく気になってんだけど、まだ買えてないんだけど。アジフライに耳、アジフライはいっぱい置いといて。ジロ。はい。精肉店だから、あの多分豚の耳がいっぱい手に入るのか分からないけど、豚の耳だけを煮たやつの煮豚として売ってるんだよ。お、めっちゃいいじゃないですか。美味しそうだなと思って。もうそこがナンバーワンです。コンビニ。耳側とはまた違う味よ。そう、似てるから。あの味をつけて似てるから。はいはいはい。角煮みたいな。すごそうですよ。ね。耳が美味しいよね、でもね。じゃあ、今から行ってきます。あの、あれですね、編集的な、こう、ポンとポンと、あの、旗がの商店街について。だから編集がめんどくさい、いつって言ってやってたから。あれそういうのじゃない、そういうの素材じゃない。編集全くしない。行きたかったなぁ。そこから精肉と行きたかったなぁ。勝手に行ってくれ。あ、はい。厳しい。あと2つは？あと2つは。まあ、とりあえず僕、1つ行くか。うん。素材で考えるとき俺なんかね、ヨーグルト、はい、何から出てるんだろう、飲むヨーグルト的なやつだけど、ヨーグルトじゃない、あるわじゃなくてね、なんかね、薄いヤクルトみたいな感じなんだけど、はい、なんかあの睡眠導入剤、睡眠の、はい、質を改善するみたいな感じなんです。なんでしょう、美味しい、超美味しい。いや、美味しいとかじゃなくて、うん、睡眠の質改善してくれるんだと思って買ってみた。実際どうなってるの？分からん。まあ、すみません、寝てないイメージありますもん。それはお互いさん、俺のが寝てるんだ。そうですかね。だからなんかコンビニであんま買わない、自炊してるからね。あ、そうなんですか。うん、俺が作ったやつの方がうまいしな。おー、ということで。
今日はこちらに来ております。はい、長谷川さんのお家です。はい、初めて来た。初めて来ました。もうすでに耳がの匂いがもうプンプンですけど、似てるかな。そんな仕込んでくれたなんて、うん、ブルパリ完璧です。ちょっと食べちゃう。今出すから食べてみて。ありがとうございます。ちょっともう耳そのままだけど、ちょっと切ってないけど柔らかいと思う。いっぱい煮たから。 CM 入ります。誰に言った？麻婆と言ったら丸宮と思っているそこの皆さん、本日はいい麻婆豆腐を取り揃えてきました。それでは張り切ってどうぞ。ブルパリで中華料理。曲終わりました。これ好きよね。あの CM 入りますからの張り切ってまいりましょう。多分な、逃げ道持ちネタ。逃げ道にならない。逃げ道とか言わないけど持ちネタなんだ。いや面白い。そうなんです。何の打ち合わせをしていたかというと、自由だなぁ。いやだっていや難しい全然。しかも皆さんね、はい、最初に皆さん、ね、それはそうでしょうけど、はい、手紙なんて来てないんだから。まずファックスが自分で3つここにここでやつよ。見せましょう。こう読んでたけど縦書きで何か書いてるだけだから横で読んでるし縦書きを。そうそう、オール D 判定じゃないんだよ。なんだろう。そうこれもここもやっぱそうです。そう、一応打ち合わせしてまして、まあ、今度グルパリ君、まあ、僕のやってるやつはよく出てくれてるんですけど、一緒にお芝居したりとか、まあ、コントしたりしてきましたけど、また僕の劇団演入って劇団やってるんですけど、演入は初めてだもんね。本当ですね。うん、演入は初めてかもしれません。に今回出演してくれまして、6月のね、20、なんだか分かんないけど、その辺からやりますけど。3だっけ ?25、26、27。うん。うん。20、30、V でやります。はい、もう、物語いいじゃん。はい、いや、それは記憶力がなくなってきてるんですよ。はい。にやります。で、ブルバリ君は、まあ、ミュージシャン。演奏もしますし、俳優さんと俳優っていう感じでもないんです。なんか AI にお話を AI になりますやばいよ、なんかいろいろ意味深だ。なんかセリフを覚えてることが AI みたいな、俳優を全部 AI って言われるみたいな。そういう言葉は思いません。深読みしちゃってる。北千住の V は北千住駅から徒歩10分のところにあります。海抜はない。この間の雨屋さんのやつで言ってでもあれ本当にさ、はい、今雨の水さんの舞台を同じやってて、違う日ですか一緒にね、はい、やつを見て、はい、あのちょうどね、あの開演前、俺はチケット買えてなくて、すごい人気のね公演で、あの僕チケット買えてなくて当日券を取りに行ってて、で開演まで待たなきゃいけないからその辺散歩してたんです、はい。でなんか水の話がね結構出てきて、で海抜の話とかしてて、でその辺見るとね、これ書いてあった、 ここまで水が溜まりますって書いてあった。神社の前とかに、でこの辺海あんのかなって俺勝手に思ってて、でもあれ川だった、川があったんですね、あのね、はいはい、いろんな川があって、何の話俺が見た話をしてたけど、マンホールは開けます。マンホールがあります。開けます。いやだからそれもうパクってんじゃん、もうパクってもないから、あそこにあるものがない。 V はとても素敵なところで、はい、呼吸もしやすいです。だから本当に2人がねお世話になって、アメヤさんがやってたところが楽しみですよね、はい、どういう自分たちがどういうことができるか。指紋をつけないようにします。どこに？V に無理無理か。見どころは何なんですか？見どころは長谷川さんが染みどろになるところです。
そうですね、出てないのに立ってみたら演出が血みどろになって、パソコン出ないんですか？出ないよ。だいたい演出するには出てる。そうか、で演出できないの？あの人数とかね、まあ、3人とかだったらできるか。あ、人数皆さんで何人入った？何人、何人いるんですか？8人ですか？総勢8人、はい、と1匹の私が、はい、楽しみです。ちょっとこれから君がいろんないつも化学反応を出してくれるかね。あ、なんか楽しかったな。なんかまた喋りたいな、こうやって。本当ですか？うん、これだってまだ回してないじゃないですか。回してるよ。回してないで今の会話してたらもう俺ら2人とも頭おかしいよ。以上、サイコパス長谷川からでした。いや、おい、あれ変なやつだと思われたから。ああ、これでいいんだよ。なんか今はさ、映ってるけども、はい、ラジオとか面白かった、2人で。ああ、確かに。ラジオ、今からラジオじゃないですか。いや、今からしたくないよ。あれこれじゃあ僕が一瞬でもうさ、これ16分喋ってるんだよ、もう17分ぐらい。いつも何分ぐらいの動画にしたんですか？決めてない、全然。え、最長で？最長今日30分ぐらい。あ、じゃあそれよりもやりますかね。もう終わりでいいよ。最短は何なんですか？なんかお便り来てないですか？最後お便りは、うん、あ、一応ちゃんと違う紙にするんじゃん。群馬県の雷怖いさん、8歳、お父さんとかが出してくる。あ、間違えました。無限でした。え、無限、8じゃなかった。無限祭。あ、もうずっと不死鳥か。リンネを繰り返したかもしれない。瀬川さん、はい、グルパリ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも楽しくピザ食べながら聞かせてもらってます。おお、タートルズ的な。タートルズ的な。最近悩みがあります。はい、はい、てんてんてん。もうそこから書いてね。ダイイングメッセージ。あ、いや、梅雨にこれから入ろうとしておりますが、私は髪の毛は長くゴワゴワなんですけど、梅雨に入るとよりもう絡まりに絡まって、ドアノブや窓ガラス、寝室の枕に引っかかってしまい、うん、手に負えません。うん、おすすめのコンディショナー、うん、あるいは、うんうん、何かしらあれば教えてください。とのことです。切った方がいい。切った方がいい。ありがとうございます。ちょっとそれはちょっとね、ひどすぎるからね。確かに。自分に合う長さにして。あ、うん、切った方がいい。切った方がいい。っていう感じです。今回は。あれ、これ回ってない？回ってんだって。え、まだなんか、あれ、あ、コーナーありましたよ。今日、打ち合わせの打ち合わせで、ディレクターなんか、うん、今日、いつものあれは絶対やってくださいね、みたいな。ああ、はいはい。お願いしますよ。あれやります？あ、はい。前もやってなかった。はい。じゃあ、行きます。はい。どっちがあくびをしてるでしょうか？僕とグルカリ君がね、マスクをしてますから、どっちがあくびをしているか、お客さんに最後に、サザエさんをじゃんけんみたいな感じでね、当ててもらって、終わるということですね。いきます。僕でした。また来週、ありがとうございました。来週は作者が海外旅行のため救済させていただきます。そういうことです。現場からは以上です。あ、なんかAD さんがカンペ出してる。遠くて見えない。なんかこいつ血みどろじゃない？AD さん。ちょっと AD が心配なんで一回終わります。あれ、嘘。あっしゃー。そんな。